行動力ほんまに日本一やと思ってます。今このリープスっていうのも始まったのもその行動力があってやし、僕はスケボー YouTuber として生まれてきた人なんじゃないかなって思ってます。至る所でこうスケボーやってる子とかから、いや勝也さんやばいみたいな、スケート業界をまずひっくり返すって俺はもう先を見据えるというか、もうやるって決めたらとことんやるみたいな。名前は中澤勝也です。よろしくお願いします。生まれと育ちはもうここですね、亀岡で生まれて亀岡で育ちました。ほんまにそんな感じです。ずっとここです。出会いは高校1年生の時に友達がやってたのを見てやりましたね。それぐらいかな。まあでもシンプルに女の子にモテたかったっすね。目立ちたかったっす。それぐらいが理由じゃないですかね。かっこよかったんすよね、多分。シンプルに、なんかやってる人がシンプルにかっこよかったっすね。マジでかっこよくて憧れで、もう原理とかもわからんかったし、なんでっていう、なんで浮くの、なんで回るのみたいな、それがかっこよかったっす。何もできなかったっすね。何これみたいな。実家めっちゃ近所なんですよね。もう同じ町内で、小学校も一緒だったんですよね。で、習い事が昔その体操競技やってて、私もプライベートでもその学校でもこう会うみたいな感じの中でしたね。それがだいたい小学校、はっきり覚えてへんすけど 2,3 年生ぐらいからやったかなみたいな、はい、それぐらいからの付き合いですね。私もう今で20年ぐらいですかね、はい、16、17ぐらいやったかな、はい。で始め出して京都市内で、僕たまたま違う高校やったんですけど、降りる駅とかも一緒のところやって、で帰り一緒に帰ったらよくあったんですけど、こういつの日かこうスケボーをこう持ってきてるようになって、学校とかに、うん、で家もやっぱ近所なんで、こう僕の家の前をプッシュで通っていくのがもう分かるんですよね。でそれぐらいもう常に乗ってたんで、初めてした高い買い物でもあったんですよね。自分でスケートボードを買ったっていうのが、まあ3万円ぐらいして高校1年生の時に買って、こんだけお金出したら簡単にはやめれんし、だからもう必死になってやったっすね。勝也ってまあ結構お金なかったんですけど、そのどっかで今日ここで滑ろうって言った時に、そのかなりプッシュしてくるんですよ。10キロぐらいとかで、もう汗だくになってくるみたいな。で俺からしたら、いやいや自転車かなんか電車できたらいいのにみたいな感じやったんですけど、勝也はそこをプッシュでくるんですよ。それがその分板に乗ってるから、まあ、筋肉もつくし、オーリーに高さが出る秘訣やったんかなみたいな。ずっと一人やったっす。ユウスケと出会うまではほぼ一人みたいな。でもユウスケも京都市内なんで、高校生がそんな簡単に会うことできないみたいな、3ヶ月に1回会うみたいな、そんな感じだったっす。14歳ぐらい、中学校2年生の時ですね。まあお互いスケボーめっちゃ下手くそやったんですけど、その時からちょっとこいつオーリー高いなみたいなのはもう出会った時から感じてましたね。そうですね、諦めないところが結構すごいなって思います。例えばじゃあ今日滑りに行って、なんかこういう技練習しようって行った時に、もうそれをパーク来て帰るまでずっとそれをやるとか、僕からしたらちょっと考えられなくて、僕は結構いろんな技を練習する感じだったんですよ。で勝也と出会って一緒に滑って滑りに行ったり、いや今日せっかくこのパーク来たのにずっとそれしかしてないやんみたいなっていうのが結構、まあ、あるぐらい、まあ悔しい時は諦めへんっていうところは、まあ、すごいなって思いますね。やっぱり高さじゃないですかね。高さが自分でも一番
特技ってかズバ抜けてるって分かってるし、それはもう自分の滑りの中での一番強みでもあるし、高さがある全てにおいて、それは自信持ってます。俺このカメラ欲しいです。このカメラください。ずっと今までオーストラリア、韓国、日本、ハイオリーコンテストっていっぱいあったんですよ。でも出れるやつは全部出たっすね。そんな感じでしたね。あ、今まで負けたことはなかったっすね。今この人生の中でハイオリーコンテストに出て負けたことは一回もないですね。スケーターとしてなんかもう振り切ってるっすよね。もうスケート業界をまずひっくり返すって俺はもう結構最初から聞いてたんですけど、勝にからなんかマジでそれを勢いでもうブワーって今来てるんで、であとやっぱ先のことをずっと考えてる、先を見据えるというか、もうやるって決めたらとことんやるみたいな、自分がもうやばいなみたいな、行動力半端ねえみたいな、ついていこうみたいになったっすね。僕自身仲間は欲しかったんですよ、ね、ずっと地元この亀岡で本気で滑ってるやつが欲しかったっていうのがあって、まあそのパークを作ろうとかこう友達集めようとかっていうのはもう昔からやっぱり思ってたことで、そういうのがきっかけで多分今どん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 こうそれが自分の周りの人間が欲しいって当時は思ってて、今はもう自分の周りはすごい恵まれてて、じゃあ今度もっと規模大きくして、じゃあ日本中でスケーターまみれにしようってなったらもっとおもろいんじゃないかなみたいなが、多分こうちょっとずつ自分の周りが固まったし、じゃあ次もっとでまたもっとみたいなんで、だん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 大きくなって、今こうもっとスケートボードの良さをみんなに知ってもらいたい気持ちの方が強い。僕はスケボー YouTuber として生まれてきた人なんじゃないかなって思ってます。なんかもう勝也さんのキャラとか、まあスケボーももちろん上手いし、あとさっき熱い人っていう話してたんですけど、多分視聴者、僕も含めて視聴者もそこに魅力を感じてるんじゃないかなって思うんですよね。で、そうだからそうですね、僕はもう本当勝也さんはもうスケボー YouTuber としてなんていうんですかね、こうなんていうんですか、こうモデルにした方がいい存在みたいな感じです、僕の中では。はい、やっぱ知名度作ろうと思えば YouTube、SNS が一番簡単な話ですよね。まああの YouTube 自体無料で始められて誰でもできて、でまあ足りひんもんって言ったらパソコンとか編集技術になるんですけど、もし、まあ、スケートボードを本気でやってる人ならば自分でやっぱ編集したくなるもんなんですよ。だからスケーターが YouTube 始めるっていうのはまあ結構多い事例で、でやっぱ知名度とかそのなんやろ、上手い下手関係なく世間一般的な人、いろんな人にその自分の思いを伝えられるコンテンツであるのがやっぱ YouTube なんで、まあ僕はすごいいいツールやなって思ってます。
これはなんかちょっと僕の願いっていうのも少しあんのかなって思うんですけど、そのスケボー業界と YouTube って少しちょっとこのいい言葉見つからないんですけど、こう要はちょっとおちゃらけてる感じに見えるんですよ YouTube って。でスケボーやってる、真剣にやってる人はやっぱりこう攻めてて、でも本当に命がけでやってる、ちょっとこの合わない感じがあるんですよね。でもそこを勝也さんはこうつなげようとしてる感じに見えるんです。僕は勝也さんがそうやってやってくれることで、もっとこうたくさんいろんなスケーターと面白い動画を作れるような世界になったらいいなって思ってます、はい。まあ、僕やったらそれがスケートボードの楽しさを広げることやったり、日本中でスケーターを増やすとか、パークが増えたらいいなとか、そういう目的をみんなに伝えればいいなと思って始めた YouTube だったんですけど、で今までのスケーターの目標はプロになってスポンサーからお金もらって海外に住みたい、これはそのスケートボーダーで最大の夢やと思うんですよ。でも僕ある日気づいたんですよ、なんでそうなりたいんかなと思ったら、ただただ一生スケボーしたかっただけだったんですよ。でも僕って高校生から始めて、言うたら本来趣味で終わってた人間なんですよ。じゃあこれ一本で食えるかって多分食えないんですよ。僕はじゃあ今スケートショップのオーナーをしながら YouTube できてるのかって言ったら、まあこのSNS とかそういうのがあったからできることで、別にプロになるのが全てじゃない、なんかこうスケートボードの魅力やったり、なんか一個強みがあって、それに魅力を感じてくれる人が大勢いるのであれば、別にそこでこう飯食っていけるようになると思う。それでいいっす。それを若い子に見せたいっす。そういう方法もあるんだよって。別にプロだけじゃないし、でもプロにはなりたかったっす。韓国とかもずっと良かった。その撮ってその日終わってみんなで見ながらビールをうわーってなんかこれこれこれみたいな、そこまでもうそこまでがスケボーマジかない。